駅前ロータリー駅構内予上植田駅は愛媛県伊予市二見町高木市にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は S08IR 予よ田線の愛称区間に含まれている旧二見町の代表駅であった。かつて一部の臨時急行列車が停車していた相対式ホーム2002を持つ地上駅。古戦橋はなく対向ホームへは 校内踏切を利用する。かつては直営駅であったが後に無人駅となった。自動券売機はない。2015年3月末、トイレが男女及び車椅子専用の推薦式に改修された。二見町の市街地まで徒歩15分。予上植灘駅の利用状況の変遷を可表に示す。オペンダタウェブ、サイト愛媛県駅乗降客数。 2021年3月11日閲覧。ABC 前線の CTC 化実現 JR 四国21日のダイヤ改正時。交通新聞 P1AB 伊予市内の JR 駅利用状況。伊予市役所。2014年11月9日閲覧。駅長犬と副駅長猫2匹気,気まぐれなおもてなしで乗客を笑顔に。 朝日新聞2019年11月26日、ありがとうございます。